えー、初日から、えー、皆様本当にありがとうございます、池松です、えー、339、えー、もう本当にあの最初の最初といいますか、えー、出来たてほやほやですし、関係者しか、もう本当に限られた関係者しか見てなくてですね。 皆様があの本当に最初の、えー、目撃者と、えー、なってくれますこと本当に感謝しています、えー、2時間たっぷり楽しんでってくださいよろしくお願いしますありがとうございます続きまして緑川瑠璃子役浜辺美奈さんですお願いしますはい、えー、皆さんこんにちは緑川瑠璃子役を演じました浜辺美奈美ですあの18時から最速という 私は今まで経験したことがないパターンのこう公開の仕方の本当にこの一番最初の時間に皆さんと一緒にこ,うこのここにいられて立ち会うことができてすごく嬉しく思っておりますこれから2時間ちょっと楽しんでいただけると嬉しいです本日はどうぞよろしくお願いいたします川辺さんありがとうございます続きまして一文字隼と仮面ライダー第2号江本タスさんですお願いします え本日はこんなにたくさん集まっていただきありがとうございます。えー、仮面ライダー第2号をやりました元田須です。えー、となんか同じようなことになっちゃいますけど、あのー、これから初めてご覧になられるということで、僕らはおそで約2回ほどもう見てしまっているんですが、えー、これから一発目のインパクトが皆さん待っていると思うとちょっと羨ましい気持ちでもあります。ではよろしくお願いします。元さんありがとうございます。よろしくお願いいたします。 続きまして、ショッカー上級構成員八王具役西野七瀬さんです。お願いします。こんばんは。西野七瀬です。えっと、なんかそう。33。9巻がどれぐらいなのかなってあんまピンと来てなかったんですけど、さっきあっちで待ってる時にいや相当多いですよ。みたいなことを教えていただいて、なんか一気に緊張しちゃって。 <laughs> すごいあそうそうなんだと思ったんですけどあのでも、そんなにたくさんの方が今、この時間こう映画を見る前のわくわく感で待っていただいているんだなと思うと本当、すごい羨ましい気持ちとありますのでぜひこの後楽しんでいただければ嬉しいですではよろしくお願いします吉田さんありがとうございます。 さあ続きましてショッカー上級構成員コウモリオー役手塚徹さんですお願いしますどうもこんばんは皆さんいよいよですよいよいよ新仮面ライダー公開になりますものすごいものを皆さん目撃します堪能してください <laughs> ありがとうございます そして最後に緑川瑠璃子の父緑川博之役塚本信也さんですお願いしますはい、えー、父演じます塚本でございますあの安野さんの作品はあの今回で2回目であの今回もまた難しいセリフをですねすごく科学,科学的なセリフをたくさん言いますので聞き逃さないように、えー、ついてきてくださいあの本当に仮面ライダーをですねこよなく愛するあの安野さんの作品に呼んでいただいて非常に光栄です。 最後までお楽しみください。ありがとうございます。岡本さん、ありがとうございます。さあ、ではここから私より質問をいくつかさせていただきますので、マスコミの皆さん恐れ入ります。ここからのフラッシュを使っての撮影は一度お休みでお願いいたします。さあ、いよいよこの後皆様に見ていただきます。公開を迎えました。改めてになりますが、池松さん、もう二度ご覧になっているかと思うんですけれども、はい ここに立たれててのの今のお気持ちっていかがでしょうふ <laughs> なんかこう普段映画出来上がって半年ぐらいはここに立つまで時間があるのでその間でいろいろそのこう咀嚼するもんなんですけどまあね本当に出来たてほやほやなんでなんかほんねあのまああの作品ですからあの。 まああんまり言えないですけど一筋縄ではいかないと思いますあの一回では済まないかもしれないですしあの本当もうとにかく堪能してほしいですね<ー>はいありがとうございます浜辺さんも今ここに立たれてまさにこの後目撃者になっていただく皆さん目の前にしていかがですかああ私あの死者でこんなにこうワクワクしながらあのニコニコでなんか本当死車ってあの出てきた後の感想会とか ちょ,っとこうあちょっと緊張するなって思いがあるんですけどもう死者の日も本当に今日最高の日だねワクワクするねって言いながら現場に向かってたぐらいこの高ぶりをもうなんかあったんですよね、なんかそれもなんかこの今の時間も込みでこう楽しんでこう今日が映画を見ていい日だなと思えたら嬉しいいいなとと思まますですよ、ね、ありがとうござ柄本さんは今ここに立たれて改めていかがですか。 いやー僕自身、そそのの本当にその池松さんが言った通り出来たてほやほやで食券、えー、で見たのが10日ほど前で本当に出来上がって大体半年後とかの,あの公開だったりするんで本当にそこまでに落ち着くんですけどなんか一旦そのなん。か10日前に見た なんていうか、ある種の高ぶりのまま今ここにいるんで。あのー。これから皆見る皆さんの。この2時間後の状態と同じ状態で、ぼーっとしてます。なんかちょっと。はい。そうですよね。ちょっと咀嚼にね、時間が欲しいなという。はい、あ、でも。はい、あの、明らかに、これから見る皆さんの心を、まあ。かき乱してはくれる作品であると思います。いいはい、はい、そうなんですよ。西野さんはいかがでしょうか。はい、えー いやでも私もあの初めて見た後、本当にもうなんか上がりっぱなしだったのでなんかそれを皆さんがこれからきっと体感していただけるんだろうなって思うとすごい嬉しい気持ちでではあります、ね。そうですよ八王子の姿を皆さん見ていただくわけですよね、この後ね。八王子、そうですね、はい、なんかちらっとしか多分こう、ね、世には出てい,いなさそうなので <laughs> あの。 そういういちゃんとしっかりと見れますので,であとアクションずっとやってみたかったので私今回この作品で戦うことができてすすすごごく嬉しかったです、はい、ありがとうございます手塚さんは今ここに立たれて初日を迎えたお気持ちというのは改めていかかがででしょうか、はい、そうそすね、えー、と僕はもう、えー、とあの監督の作品は4作目になるんですけども毎回もう驚きっぱなしの撮影を4回。 続けてもうこれ前にも言いましたけども本当に僕はあの監督でできてる役者なのでえそうやってまあその成果もあるんだと思うんですけどこうやって皆さん手塚っていううちをみんなかけつけてくれてすごく嬉しいこれ多分ライブビューイングの方はちょっと分かってないかもしれないですけどこうこ,こにいるお客さんもね手,塚手塚っていううちはばっかりなんで。 これはもう庵野監督の四本出たおかげだとこれはもう大切に墓場に持っていきたいと思いますどうもありがとうございます本当に楽しみにしてください期待裏切りませんので楽しんでくださいお願いします,いますはい塚本さんはいかがでしょうかそうですね僕は撮影がねもう終わったのがあれもう一年以上前なんでついにこの時が来たかと逆に言うと この間、試写を見たときに2日前にできたって言ったんでその間、ずっと仕上げしてたのかと思うといやびっくりするようなこだわりで,で多分、僕はもう1年前に終わったんですけど皆さん、その間もずっと呼ばれて撮影してたっていうんで相当のこだわりがあの映画に入っていると思いますのでこれは本当にぜひ楽しみにしていただけたらと思いますもう少しいただきます。